よろしくお願いいたします。放射性同位電池施設の小林と申します。本日は、カリウム石によって変化する放射性摂取のカリウムの動きと題しまして、カリウム石が、放射性摂取にどのような影響を及ぼすのかというのを実験的にいろいろと検証化されてきましたので、その結果についてご報告したいと思います。対象としておりますのは皆さんの、おそらく皆さんの試食であります米で、先ほど二平先生のご説明にもありました通り、福島県がとっても重要な農産物の一つであります。2011年の秋に、基準値、その当時は500ベクレルですが、を超える放射性摂取を含む玄米が、収穫されたということを受けまして、それ以後、2年間にわたって米の放射性摂取の全滅のとる要因が何であるのかということをさまざまな角度から検証してきました。この要因を特定することによって今後の放射性摂取の低減対策につなげようという考えです。例えば栽培方法ですとか土壌の性質、あるいは季節や天候によって何が起こらなかったか、先ほど島田先生からもありました用水の話、こういう角度からもいろいろ調査を行われてきて、実際にいろんなデータから、農業の技術が、だんだんと充実してきているところであると思います。ところでこの中で、何か足りないような情報があると私は思ったのですが、皆さんいかがでしょうか。それが稲そのもののメカニズムです。放射性摂取が実際に稲の上にどういうふうに座れて、そして玄米にたどり着くまでどういうふうに移動していくのか、そのあたりについての知見がまだまだ足りないと思われました。これが分からないと災害方向やあるいは土壌の性質、これらがどういうふうにそれに影響したのかというそのメカニズムの解明にはなかなかたどり着けないわけです。そこで環境要因、これらの環境要因とは無関係に、そもそも稲において摂取の吸収と動態がどのようになっているのか、そういう観点から実験を行ってきました。例えば、こちらの図なんですが、これは先ほど島野先生の発表にも似たような図があったんですが、実際のその現地土壌の調査からカリウムが少ない土壌では、そこから取れる玄米の放射性摂取が高くなる傾向にあるということが知られておりました。右にここと土壌の中のカリウム濃度が減っていって増えていき、そうすると、そこで取れた玄米の放射性摂取の濃度は下がっていくという、この判定の、相関図です。これにつきましては、その理由としまして、放射性摂取がカリウムと同じ経路で吸収されるため、つまり競合が起こっているため、というふうに解釈されているんですが、これで納得される方がどれかわからないのですが、他にもいろいろと考えようによっては、いろいろと原因が考えられるはずなんです。例えば私がこれをパッと見たとき、他の原因として思いついたこと、例えばカリウムが少ない土壌ということは、稲にとってはカリウムは若干不足しているところで育っているということですので、例えばですよ、根の中でカリウムが少ないことによって、例えばその根が弱っていて、で普段は吸収しないはずのセシウムをちょっと間違って吸収するようになるのではないかとか、あるいは、土壌の方の問題として、このようにカリウムが少ない土壌ではそこに見合った何か土壌の微生物がたくさん、活動を始めて、それが例えば土壌にくっついていたセシウムを溶かし出すような作用を持っているのではないかとか、いろんなことが考えられるはずなんですが、現時点ではこの放射性セシウムがカリウムと同じ経路で吸収されるためということが大きな要因として知られています。これを実験的に演習したいと思います。実際にカリウムとセシウムが吸収段階で競合するということも実験的な現象です。行った実験の説明をいたします。稲を土を含まない水耕の状態で、育てます。そしてその時の水耕液、この溶液の中にいろいろなカリウム濃度を加えてみます。そしてその時にセシウムは一定量、ごくごくわずかな量なんですが、一定量を加えておきます。でそうすると稲がどのぐらいのカリウムあるいはセシウムを吸収するのかというのを調べていきました。これが結果なんですが、右側に行くほど溶液に添加したカリウムの濃度が増えていきます。そうしますとカリウムの吸収量はそれに従ってどんどん増えていきます。ただカリウム濃度が、1ミリモラ以上になってくると、頭打ちになってくるわけです。でこの時に同時に存在しているセシウムの量は一定ですが、セシウムの吸収量がどうなったかといいますと、このようになります。カリウムの、量が増えていきますと、同じ量のセシウムが入っているにもかかわらず吸収量は下がっていきます。
逆に言うとカリウムの濃度が下がってくると急にこうセシウムの吸収が上がってくるわけです。つまり純粋に環境に左右されない中で稲の基本的な性質としてカリウムとセシウムが吸収段階で競合するということがこれで示されるわけです。現在ではそのカリウムの施肥がなぜ放射性セシウムを減らすのかという仕組みにつきましては、カリウムの吸収経路がありまして、ここをカリウムとセシウムが、まあ、同じように通過してしまうと。これに対して、カリウムの、肥料を与えまして同時に存在しているカリウムの量を増やしますと一緒に入るセシウムの量が、まあ、相対的に少なくなると、こういうことが原理として考えられるわけです。このように、私は実験を通して、稲作の基本情報となる稲の水質を一つ一つ明らかにしたいと思っています。本日はですね、稲の成長過程における放射性セシウムの収支、つまりいつどのぐらいの放射性セシウムを吸ってそれを玄米に送っているのかという、そういう収支を、実験的に算出しましたので、それについてご報告いたします。いつどれだけセシウムを吸収するのかということを調べるためにですね、設定した時期はこちらです。3週で、まあ、大体その田植えをするぐらいの大きさになってきた稲につきまして、一方には放射性セシウムを、まあ、与えます。で収穫時までずっと与えます。これによって、トータルの吸収量を求めます。でもう一方には、穂が出てくる出水の時期から後半のみ放射性セシウムを与えます。これによって、まあ、玄米がだんだん育ってくるこの大事な段階でありますこの出水期以降、この時期に、吸収されてしまうセシウムの量と、それから、まあ、ここからの引き算で出水までに吸われる量と、そういうのを、計算していたしました。まず、地上部全体、収穫期において地上部全体に溜まっていた放射性セシウムの蓄積量について、ご紹介いたします。まず3週目から出水期までに吸収された量、このぐらいです。それに対しまして、出水期からさらに収穫期まで、ここで、吸収された放射性セシウムの量はこのぐらいです。数値にいたしますと 81% と 19%、 つまり、収穫段階の、この稲の地上全体のうちの 81% の放射性セシウムは実は出水期以前に吸収されていたものであるということが示されました。さらに穂の中に、最終的に蓄積していた放射性セシウムの量、これについても同じように求めました。まず出水までに吸収されていた分はこのぐらい、そしてなんと出水期以降に吸収されたセシウムの量はたったこのぐらい、数値しますと 98% 対 2% ということになります。つまり玄米が育っていくのはこの段階なんですけれども、その中に入っている放射性セシウムというのは実はもう出水期以前に吸収されたものがほとんどということが分かりました。さらにこの地上部全体に含まれている放射性セシウムのうちの約 18%、 これが穂に蓄積されるものであるということが分かりました。これは稲に十分量のカリウムを与えて育てた、まあ、通常条件での栽培なんですが、これがカリウムが欠乏した場合にどうなるかというのを、ご紹介いたします。まず先ほどの十分条件で与えた場合の結果がこちらですが、これがカリウムが欠乏した場合にどうなるかと言いますと、まず地上部の、放射性セシウムの蓄積量、これがこのぐらいに増えます。数値にすると、出水期以前に吸収されたものは 87% で、それ以降に吸収されたものは 13%、 大体似たような割合になっております。そして穂に溜まっていた放射性セシウムの量がそもそもここは大体8倍ぐらいに増えてしまうんですが、割合は 95% 6%、 やはり、出水期までに吸収された放射性セシウムがほとんどを占めるということが分かりました。そして地上部に吸収されていたものの、まあ、半分近く、これが穂に移行してしまっているということが分かります。これを見て、今後放射性セシウムを玄米からどのように減らしていくのか、そういう技術を考えた場合に、例えばこれが、ここで出水期までに吸われたもののうち大体半分ぐらいがその後穂に移動してしまっているのですが、これを例えば、まあ、18% とか
何分の1かに落としていくことができれば、現代の中に含まれる放射性精神を最終的に減らすことができるのではないかと考えたわけです。そこでこんな話を聞いていました。出生期までに、カリウムが十分な条件と、カリウムが欠乏した条件で育てて、その時に、同時に放射性精神も吸収されます。そして出生期以降、ここで吸われたものの現場への移行を止めたいという、そういう目的でカリウムを追肥します。つまりカリウムが足りない条件で育てていたものを次にカリウムが十分な条件で育てます。その時には放射性精神も与えないので、純粋に出生期までに吸われていたものがその後どういうふうに移動していったかということが、計算できるわけです。まず、ずっとカリウムが十分の条件で育てた場合、吸収量はこのぐらい、蓄積量はこのぐらいで、本に溜まっていた摂取の量はこのぐらい、割合にいたしますと、地上部の放射性摂取のうちの大体 27% は本に移行しているということが分かりました。次に、カリウムがこの出水前にだけ欠乏していた場合、地上部に、蓄積していた放射性摂取の量はこのぐらい、吸収量が4倍、5倍近くにまず上がってしまっています。そして肝心の本に移行していた摂取の量なんですが、やはり、十分量の時に比べると5、6倍と高い値が続きます。そして地上部に含まれていた全体の放射性摂取の量の 38% が本に移行してしまっているということが分かりました。この 38% という数字なんですが、先ほど、ご紹介して、ここがずっとカリウムが欠乏した状態ですと、大体半分ぐらいだと申し上げました。それに比べると下がっています。これを効果があったと見なすかどうかというのはなかなか難しいところだとは思うんですが、ただ最終的に大事な本に含まれる、放射性摂取量を見ますと、やはり十分条件、ここの出水前までの十分条件に育てた時と比べると、やはり5、6倍と高いということがあって、どうしてもここの吸収量が多いということがこの多さにつながっているということで、製品の技術としましては、出水期以降に、カリウムを追肥するよりも、やはり出水する前に葉がどんどん育っていてバイオマスが大きくなっている、その時にカリウムが欠乏する状態を避けること、元肥が大事であるということの根拠になるかと思います。このような、セシウムの動きというのはカリウムのそれと似ているのではないかというふうに考えられるんですが、カリウムの濃度の変化についてご紹介いたします。カリウムが欠乏した状態、あるいは十分の条件で、育てた稲の最終的なこの収穫期に、どの部位にどれだけのカリウムが、セシウムのカリウムが含まれていたかということを、調べた図がこちらです。古い葉、そして新しい葉にはカリウムが十分与えられていた場合には、このぐらい高い濃度でカリウムが含まれていますが、カリウムが欠乏していると、やはりカリウムは非常に低い濃度になってしまったんです。ところが一方で、玄米あるいはそのもみ殻、ここのカリウム濃度というのは、意外にもカリウムが十分であっても欠乏していたとしても、同じぐらいのカリウム濃度が保たれているということが分かりました。つまりカリウムが足りない条件で育っている稲というのは、この葉から、玄米に向かってどんどんカリウムを送り出しながら、新しい期間の成長を支えているということが分かります。このカリウムを新しい期間に輸送していくという、この流れにセシウムが、間違って乗っているのではないかと。そしてその玄米に、放射性セシウムが集まってしまっているのではないかと考えるのですが、そもそもカリウムとセシウムの向きが同じかどうか、ここについてもまだはっきりとした情報提出ができませんので、今回、また計算でまとめてみました。カリウムとセシウムの向きが常に同じならば、セシウムとカリウムの存在比というのは稲のどの組織にあっても同じになるはずなんです。つまり、例えば、ありえないんですけど、3対1だった場合、これが常に同じ状態で動いていくと、最終的に本もこの状態でいきますので、どの部位を見ても3対1、同じ値になるわけです。実際調べてみると、カリウムに対するセシウムの比っていうのは、
まあ、機関によってバラバラであるということがよくわかります。これは古い歯におけるカリウムに対する摂取の比というものを1にして全体を表したものですが、もしもこのように同じに動くのであれば比は常にここの1でビシッとするわけですが、実際は違いまして、いろいろとこうバラバラと動いていきます。で、特にここに注目していただきたいのですが、カリウムが十分の時、この濃い茶色のバーですが、カリウムが十分の時には、玄米やあるいはミガラ、缶に含まれる保湿性摂取カリウム、保湿性摂取、そしてカリウムの比率というのは大体葉っぱと同じぐらいになるのですが、カリウムが結合いたしますと、実は比率は下がっています。つまりセシウムがカリウムに対して存在比が少なくなっている。カリウムの方が優先的に玄米のみからにいっているということがわかります。つまりこれは、一旦放射性セシウムがこうカリウムと一緒にこう葉っぱに動いていくんですが、その後に動いているときにはカリウムの方が優先的に送られていると。そのために本人は、放射性セシウムの比率がこのように下がっているということが分かるわけです。このメカニズムについては実はまだ分かっていません。これが事象として見つかったんですが、実際に稲のどういうメカニズムによってこうなるのかという具体的な生理的なところっていうのはまだ分かっていないので、これからの研究課題だと思っています。最後に、結果もあります。今回の研究によりまして、放射性セシウムについて以下のことが分かりました。まず一つ目は、目の吸収過程でカリウムと競合するということです。つまりカリウムの施肥のまず一つ目の効果としてこの性質があるということが分かりました。そして2つ目、玄米の中に含まれている 95% 以上の放射性セシウムというのは、実は穂が出る前に既に吸収されていた部分ということ、このことは追肥よりもむしろ元肥の重要性を示しているものと思われます。そしてカリウムが結合してしまうと放射性セシウムは歯に蓄積する割合が高くなって、まあ、地上部の半分ぐらいが、ここに地上部に含まれている放射性セシウムの半分ぐらいが歯に蓄積してしまうということが分かりますので、カリウムを摂取することによってこの蓄積の量を低くすることができる。つまりここに、カリウムの摂取の効果が2つ目があると思います。そして4つ目なんですが、これはちょっと、ここまでの効果とはまた違うんですが、カリウムが結合した場合にカリウムに比べて歯に輸送されていく放射性摂取の割合っていうのは実は下がっている。ちょっと矛盾するようにも見えるんですが、カリウムが歯に集まるその力よりはセシウムは集まらないけれども、やっぱり歯に蓄積する割合は高くなる。ちょっとややこしいんですが、まあ、こういうことが、今回分かったわけです。このような、まあ、稲の基本的な性質というのがだんだん分かってきましたので、この性質に関しまして、これらの、環境要因がどのように作用するのか、ここを一つ一つ、理解することによって、それぞれの選定技術というのがなぜ効果を発揮するのかということが一つ一つ説明できていくのではないかと思っています。報告は以上です。